On the ice, representing Korea, Kyu Hyun Lee. 27番、イ・ユヒュンさん、大韓民国。あと3人、韓国のイ・キュヒョン、17歳、高校2年生。最初のジャンプはトリプルアクセルは着地失敗。ルッツ、これもちょっと乱れている。ダブルアクセルは コンビネーションスピン。このサーキュラーステップで要素はあと一つ。さあ頑張る。最後は足換えのシットスピン。得意のジャンプがもう一つでした。X5、 韓国のキュー・ヒュン・イー。3歳から始めたスケート、高校2年生でオリンピック出場をつかみました。ちょっと間合いが慎重すぎたかもしれません。高さが少し足りなかった分だけ着氷が一応片足では立っていますが、クリーンにエッジには乗っていない。このあたりジャッジの評価がどうでしょう。後半の3つ目ダブルアクセルはこれは降りています。ハンコーチ、ハンションヨンコーチです。まあ笑顔を見せますと、あ、高校2年生かなという感じがいたします。しかし1メートル80センチ68キロ、なかなか恵まれた体格。ダンス、音楽、歌が好きだというこのキュヒュン、イ・キュヒュン。まあ韓国のスケート界といいますとショートトラックが何といっても強い。フィギュアの世界もこれから
彼がエースに成長するかどうか、連盟関係者の皆さんの期待も高まっています。 The marks for Kyu Hyun Lee required elements 4点台の前半です。リクワイアードエレメンツ、やはりジャンプの失敗が厳しい評価になっています。プレゼンテーションは幾分上がります。24位までがフリー演技に進みます。クーリック、ストイコ、エルドリッジと上位、ホンダ18、リーは